ゾラントシッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。ポジションは MF。2006年1月、所属をしていたプロレテルズレニャニンが、ブルチヌスとバナツキドボルトが合併し、バナとズレニャニンが誕生した。バナとズレニャニンでは25試合に、出場、2得点を記録。2007年8月、パルチザンベオグラードへ移籍を果たした。2009年1月、 チームメイトのアデムリアイッチと共にマンチェスターユナイテッドへの移籍が発表された。1月24日の FA カップ対トってナム戦でデビューを飾った。しかしマンチェスターユナイテッドではポジションをつかむことはできず、出場機会はわずかなものであった。2010年1月、ドイツの 1FC ケルンにレンタル移籍した。ケルンでは主力として起用され、 13試合で5得点を挙げた。2010年6月15日、ロシアプレミアリーグに所属をする、競合クラブの PFC チェスカモスクワへ5年契約で、移籍をした。移籍金は、非公表とされているが、ユーロスポートやスポーツ、RU では800万ポンドと報じられている。2010年8月15日、ロシアプレミアリーグ第17節の FC 暗示、マハチからでは、 前半36分にロシアリーグ移籍後初の得点を決めた。その4日後の8月19日、アレーナヒムキで UEFA ヨーロッパリーグプレイオフラウンドのファーストレグが行われた。アノルトシスファ・ァマグスタとの試合ではスタメンで出場し2得点を挙げた。2013から14シーズン第14節の FC クラスのダール戦でキャリア初のハットトリックを決めた。 3点目はチェスカ・モスクワのロシア・プレミアリーグのホームゲームでの通算600点目となった。最終節の FC ロコモティフ・モスクワ戦でリーグ優勝に導く決勝ゴールを決めた。2017年7月5日、契約満了によりチェスカ・モスクワを退団した。2010年からの7年間で通算241試合47得点の成績を残した。 2017年8月28日、パルチザンベオグラードに3年契約で加入した。セルビア U-21 代表として、2007年3月23日のベルギー U-21 戦で U-21 代表初キャップを記録。4日後のポルトガル U-21 戦にて U-21 代表初ゴールを決めた。2007年6月に行われた、 UEFAU-21 欧州選手権2007にも出場した。セルビア代表としては2007年9月8日のフィンランド戦で代表初キャップを記録。2009年8月12日の親善試合の南アフリカ戦では決勝点となる代表初ゴールを含む2得点を挙げた。ありがとうございます。